はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康のための食事として食材選びとしてですね、孫は優しいについてお話しさせていただければと思います。はい、本日はですね、孫は優しいの5ですね。はい、ごま、種とか種子系ですね。はい、そういった語についてですね、お話しさせていただければと思います。はい、まずですね、まあ、語は何を指すかというとですね、先ほどお伝えしたように種とかですね、まあ、木の実類ですよね。はい、を指します。まあ、例としてごま、アーモンド、ピーナッツ、銀杏、くるみ、栗、カシューナッツ、ピスタチオ、まあ、木の実だったりとか種類を指すところになります。はい、まあ、こういったものの特徴としてですね、まあ、考え方としてですね、種だったり木の実っていうのはですね、そこから結局のところ大きな大木になったりとかするわけですよね。はい、動物でいう卵だったりとか、そういった状態に、そういったものですよね。ということは、まあ、本当にエネルギーの塊なんですね。はい、ざっくり言うともうパワーの塊です。なので需要競争にいいっていうふうに言われているのはそういった意味合いで、これがこんなちっちゃな粒がですね、こんな大木になる、まあ、ポテンシャルを持っているわけです。そういったところでとてもとてもですね、体をパワフルにするものになるんですね。でもですね、やはり取り方っていうところに注意をしないと逆効果になってしまうっていうところがありますので、ぜひですね、この知識を得ていただければと思います。はい、まあ、ごまだったりとかですね、アーモンドだったり木の実系にですね、まず全般的に言えることは、これもやはり豆類とですね、似てるんですけども、タンパク質ですよね。タンパク質だったりとか、はい、まあ、前回の動画でもお伝えしたようにマグネシウム、ミネラルの王様ですよね。はい、まあ、体のですね、悪いものを出すために必要なマグネシウム、脂肪を燃やすために必要なマグネシウム、便秘の状態を解消するために便の水分量を調整するのもマグネシウム、体のエネルギーを発生するためにも必要なマグネシウム、マグネシウム本当に大事なミネラルです。で、まあ、それ以外にも食物繊維もそうですよね。はい、食物繊維だったりとか、もうカルシウムもですね、豊富ですし、はい、あとですね、まあ、この 5にですね、やはり注目するべき点はですね、脂質ですね。脂質、まあ、良質な油が取れるっていうのがこの5の特徴になります。例えばですね、ビタミン E って聞いたことありますよね。ビタミン E、まあ、美容だったりとかですね、体をこう老化させない抗酸化物質というふうにですね、言われている老化させないためのビタミン E、 女性のためのこうビタミンだっていうふうに言われたりしてますけども、体をこうきれいにするため、肌をきれいにするためにもですね、ビタミン E ってとても大事だったりしますよね。はい、こういったところでとてもとても優れた食べ物になるんですけども、例えばごまだったり、ごまにはセサミンっていうファイトケミカルがあってですね、これも抗酸化物質として有名ですよね。体をこう酸化させない、錆びさせない、老化させないためにセサミンっていうのはすごく大事ですし、またくるみにはですね、オメガ3脂肪酸といってですね、私たち現代人がやっぱりこう足りないと言われている、まあ、油ですよね、脂質が豊富に含まれていますので、くるみもとてもとてもおすすめです。はい、これを取ることによってやっぱり体がこう老化しないっていうところですよね、若返っていくっていうところで、くるみもとてもおすすめです。アーモンドもやっぱりタンパク源でもあり、ビタミン E がとても豊富だっていうふうに言われているので、本当にですね、健康のためにもですね、おやつにこう取っていただくにもすごくいいですよね。はい、そういったところでとても5、まあ、種とか木の実類おすすめしたいんですけども、ここで注意点があります。はい、これはですね、以前の動画で玄米についてお話しさせていただいたところと被っていくんですけども、生食厳禁ですね。はい、生は絶対にダメです。生のピーナッツ、生の大豆、まあ、生の栗とかですね、こういった形で取ることはないかと思うんですけど、生のくるみもですね、実はダメなんですね。やはり行った方がいいです。いることによってこの種とか木の実類のですね、アブシジン酸って言われるものですね。アブシジン酸、
カボシジン酸というですね、体のミトコンドリア毒といってですね、まあ、ミトコンドリアっていう言葉が少しこう聞き慣れない方はですね、あまり深く考えていただかなくて結構なんですけども、ミトコンドリアっていうのは体のエネルギーをですね、発生するための、まあ、器官なんですね。なので、ミトコンドリアがこううまく働かなくなります。そうすることによって、体のですね、まあ、生命機能が落ちてくるんですね。それによって、まあ、血行が悪くなったりとかして、体が冷えたりとかして、免疫力が低下していってですね、体の節々が痛くなったりとか、どん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 こう冷えてきて、本当に体が、なんて言えばいいんですかね、本当にこう元気なくなってしまうんですね。私はそれを経験したことがありますので、言えるんですけども、この中にチアシードも入りますね。はい、今流行りの、まだ流行ってるんですかね、チアシードももちろん入ります。はい。そういった意味でアブシジン酸の毒をですね解除するためにはから入りするか水に12時間以上つける浸水するっていうところですね。から入りするか12時間以上つける、まあローストですよね。ローストか水につけるっていうことをしないと、このごまだったりアーモンドだったりっていうもののですね、メリットっていうのがですね台無しになってしまうんですね。はい、確かにいいものです。いいものですけども、このルールだけですね、守ってください。ローストするか水につける。でも、こういったものを水につけたらですね、美味しくないので、ごまっていられてるの分かりますよね。皆さん、知らず知らずに入りごま買われてると思います。でも、生ごまを買ったら必ずいってください。はい。生のアーモンドとか、生のカシューナッツ、生のピーナッツとかは、必ずいる。ローストする。こう、焼き目を入れるっていうイメージでいいと思います。はい。生では食べないっていうことをですね、意識していただくことによって、こういった素晴らしい栄養物質をですね、体に取り入れることができますので、ぜひですね、それだけ意識していただいて、この5をですね、取っていただければと思います。あと、ごまに関してやっぱり粒が小さいので、こう、吸って、ごまを吸って取っていただいた方がいいっていうふうにも言われていますよね。でも、必ずいってくださいね。はい。いるか、水につける。チアシードに関しては水につけると、いいと思います。はい、チアシードの最大のメリットをやっぱ発揮させるためにも12時間以上水につけるっていうところですね。もしですね、まあ、アブシジン酸について詳しく知りたい方は私のですねブログで玄米についてお話しているところがありますので、そちらぜひ見ていただければと思います。アブシジン酸についてもっともっと詳しく載っていますので、はいですね、まあ今回はですね、語についてお話しさせていただいたんですけども、次回以降はまた和、優しいというふうに順番にお話しさせていただければと思いますので、もしですね、個別にご質問等ある方はですね、下のホームページのリンクよりですね、ご質問ください。無料でお答えいたします。またこれからもですね、健康の食事に対するですね、関する情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。